安高校は、まあ、クリエイティブなサッカーを、目指し、みんなが見てる人も、まあ、プレーする選手も、楽しくてやりがいがあって、まあ、例えば小学生が見てても本当にこんなサッカーがしたいなって、そういうサッカーができたらいいなということを一つ目指しています。もう一つは世界を目指すということで、まあ、先輩に乾隆もいますが、世界に羽ばたいていくような、選手の育成をしたいなとスタッフ一同みんな考えています。まあ、クリエイティブなサッカーをするためにも、まあ、フォア・ザ・チームの精神は本当にみんなが、忘れずに、毎日の練習から取り組んでいきたいなということ、まあ、それを支えているのは、まあ、人間力だと思いますので、そういうことも日頃から、しっかりこう考えながらサッカーに関わっていきたいなというふうに考えます。